日本人は不老不死を手に入れた。百年法と引き換えに少子高齢化、官僚主義、国力衰退、格差社会、国難を迎えた日本の未来を描く全国民必読のエンタメ小説百年法。1945年、6発の原子爆弾と共に消滅した大日本帝国は、アメリカ主導のもと日本共和国として再出発。その際、アメリカ本国で実用化されていたフロー技術ハビの導入により、人々はある承諾と引き換えに永遠の若さを得た。そして2048年、新しい世代の皆さんに、私たちは去ります。後を頼みます。この国を頼みます。皆さんを信じて、私たちは去ります。今、未来への第一歩をあなたから。以上です。ただいまご覧いただきました3パターンの動画を、来月から政府広報としてメディアに配信します。最後に見ていただいたロングバージョンは、遊佐明人、83歳、内務省生存制限法特別準備室室長。百年法適用まで残り40年。こんなもので国民が納得すると。友成泰孝内務大臣、117歳、20歳で蛇を処置。百年法適用まで残り4年。これはあくまで第一弾であり、意図的に表現を婉曲してあります。最初から直接な言葉を使うと国民が拒絶反応を起こしかねないので。しかしなあ君、報道各社の世論調査によると、不安を感じているとの答えが 70% に達している。すでに拒絶反応を。だからこそ関連法を早急に成立させなければならないのです。百年法の施行は規定路線であり、絶対に揺らぐことはないと国民に周知徹底させ、納得させなければならないのです。生存制限法、通称百年法。不老化処置を受けた国民は、処置後100年をもって生存権をはじめとする基本的人権は、これをすべて放棄しなければならない。大臣に一つだけ確認をさせていただきたいのですが。何だ。政府は百年法施行の方針にいささかの変更もありませんね。なぜそんなことを。妙な噂を耳にしましたので。噂だと。君は噂を私に。河野池首相は百年法施行を凍結しようとしている。法を信じる。笹原さんは中心からこの国のことを考えている。私利私欲で動いたことは私の知る限り一度もない。偉い人だよ。どうしてそこまでできるんですかね。僕にはとても。戦争を実体験していることが大きいんじゃないかな。一世紀前のあの戦争。それにしてもアメリカさんも厄介なものを残していってくれたもんだ。百年法ですか。ハビだよ。法を拒む者。おい、お前にも時間がないはずだ。俺は知ってるんだぞ。お前、初年度の適用対象になってんだろ。だったらどうした。お前どうするつもりだ。このままおとなしく死ぬのか。悪いか。嘘だ。やっぱり本当なんですかね。野党第一党の民権党が次の選挙のマニフェストに百年法凍結を加えるって。法に迷うよ。久しぶり。どちら様ですか。どちら様って。やだな、私だよ。蘭子、仁科蘭子。人違いでは。え、あんたミナでしょ。川上ミナ。ああ、母のお知り合いですか。母、お母さんってことは、あんたミナの。その全てが当事者となる。
私、日本共和国首相、神之池忠之は、日本共和国憲法第76条に基づいた首相権限をもって、全有権者による国民投票を実施するのであります。バカな！嫌われ松子の一生から9年、構想10年、山田宗樹最高傑作。閣下、逃げるおつもりですか？当然の断りを口にしたまでだが、なんと聞こえた？国民に恨まれるような汚れ役など、まっぴらごめんだ。よくわかったな。さすがだ。ねえ、ミナがどうしてるかって、あんたが知るわけないか。母は、亡くなりました。亡くなったって、病気で？7年前に、老衰で。生きることが、罪になる。生存制限法がなければ、社会の中に古い人間がいつまでも存在します。肉体は老いなくても心は老いる。新しい時代に対応できない。まさかとは思うが。なんだ。お前、あなた同人の生存説を信じてるわけじゃないだろうな。あなたは自分の人生の終わりを決断できますか？蘭子さん、ハビを受けてから親友って呼べる友達できましたか？日本社会はまさに水谷レポートの予言した道を歩みつつあります。なんでって、イエスが過半数を取ったら私死んじゃうんだよ。100年法、この国を頼むぞ。さらばだ。